AKB48 崩壊へのカウントダウンが始まった。メンバーが今春大量卒業でチーム崩壊の危機に瀕している。その原因に、小島春菜の名前が挙がっているというのだ。昨年12月、総選挙8位の宮沢沙絵をはじめ、3人が卒業を発表。1月には4人が同じく卒業を表明しています。年末年始に急激に辞める人間が集中しました。また、昨年11月までにグループ初代総監督の高橋みなみなど3人が卒業を発表、計10人の卒業が確定しているという、今後、3月末に10人以上辞めるのは確実です。最終的に20数人辞める可能性も出てきてしまった。14年は7人、15年には11人だった3月末の卒業数と比べてもその数は歴然、過去に例を見ない。ダントツの記録なのだ。3月は区切りということで例年辞める人が多い。ただ、今年は人数が尋常じゃない。しかも、短い在籍で辞めてしまう女の子もいます。難関と言われるオーディションをくぐり抜け、晴れて AKB 入りしたというのに、なぜ彼女たちは辞めるのか。一つは人数の多さです。48、とは名ばかりで実際は100人以上いる。拡大する一方で、名前も認知されず、AKB にいるだけという子も、正直、テレビの出番もなく、単なる劇場の踊り子と化している状態なんです。それなのに時間や恋愛禁止などの拘束が厳しく、給料も安いとなれば、当然メリットはありませんよ。そして、何よりメンバーを腐らせているのは、小島の存在だという。彼女は AKB 最年長で、最長在籍記録の持ち主だ。彼女の年収は4000万円と言います。これは HKT48 の指原莉乃の4500万円に次ぐ AKB グループ第2位、4月で28歳ですが、卒業の兆しもない、更新に道を譲らず、辞める気ありません、が口癖ですから、後輩たちもやる気が失せますよ。グループ全体の中で、20代後半は彼女ただ一人だ。小島には30歳までいてほしい、とプロデューサーの秋元康氏は公言しています。本当に居座り続けたら、もはや AKB の老害とも業界では囁かれています。